もかです。ゆらりです。アリアです。ひめかです。エコです。ゆなです。ピンク、ラッテ、TB、始まるよ。イエーイ。今日の企画は、かくれんぼです。いつも私たちが撮影している北青山ビルです。ここのビルの1階、2階、6階、14階のフロアだけでかくれんぼをしていきます。ここにはピティさんです。頑張ってください。頑張ってください。頑張る。絶対見つける。一応全員が見つかるまで。でもこれは捕まったら一緒の鬼になるから。ピティさん見つかる。これは鬼ごとではないので、ピティさんに見つかって名前を呼ばれたらアウトです。アウトです。で、私たちが逃げてっていうか隠れ出してから3分後にピティさんが始動します。3分って早くない？捕まったら LINE。 あ、なんだけど捕まったら捕まりましたら、あの LINE すると画面に出てくるし、あれなので LINE は禁止。LINE は禁止で。はい。え、ダメなんですか？ LINE での連絡は禁止。場所聞いたり、はい、しないです、しないです。絶対捕まらない自信がある。え、なんか私も自信がある。エレベーターに自信ある。なぜかエレベーター開けた時にピティさんがいそうなんだ。なんか3分って聞いたら自信なくした。私も自信ある。根拠のない自信がある。それではどうぞ。皆さん頑張りましょう。じゃあ6回行くわ。ウイカメラです。あ、おっちのさ、奥の方のさ、ごちゃごちゃしたところに行けば。じゃあドキドキする。皆さんこんにちは、ウイカメです。これなら。ゆらり行ってきます。私14階行く。14階に行きます。14階結構なんか最初に来そうです。私の予想では1階から2階、6階、14階って多分行くと思うから。ダメです。あの14階は食堂で隠れる場所が全くなくて、やばい。走ってきたけど、次これピティさんに会ったら終わり。ちょっと忘れてか、誰もいないと隠れない。ひめかおる？おらんかな。ピティさんがどこ来るかなんですよ。どうしよう、助けて。それではみんなを今から捕まえに行きたいと思います。まずエレベーターに乗りたいと思います。まずは14階の一番上のフロアから探していきたいと思います。上に行く人いるかな。北青山ビルの14階は食堂になっているので、結構広いフロアなんですよね。ここですね、14階。普段は食堂として使用しているフロアです。見るかな。こんな感じで明るい空気が出てるとこなんですけど、店の下にとかにはいなさそうですね。意外と誰もいないんじゃないかな。このフロアはいなさそうですね。私の予想はちょっと固まっている気がしますね。ちょっといなさそうなので6階のフロアに行こうかなと思います。今かくれんぼ始めてから8分が経ちます。プティさんはまだ2階には来てません。1階はすごい開けた場所だから、隠れる場所がないから1階に行った人はいないと思います。6階は普段ピンクラテ TV を撮影しているフロアなので隠れてそうだな。ここ
い。ちょっと隅々まで探していきたいと思います。このように応接もね、ブースが迷路みたいになってるんで、こういうところにね隠れていたりするんじゃないかな。隅の隅まで、ね、絶対に逃さない。もう結構ね、私わかるから。私ね、ミラの気配結構感じ取れる自信あるのよ。みんなちゃんとテレパシーが、私のテレパシーで、そうやっぱね、ゆらりのテレパシーすぐねすぐやったり。そうだね、もう一回あそこ見ようかな。次の発見者はゆなちゃんとアリアでした。残りは姫かももかエコちゃんです。はい、お、ゆなちゃんが情報を持ってるみたい。じゃあ次は2階に行きます。2階はこういう風に展示ルームになっていて、セミナーが行われる場所があったりとかする場所なんです。ワールドの、4人目エコちゃん発見。ちょっとクイモモちゃんが近くにいるという情報が。あ、いた。発見。うお。魚みたいな。見つかった。クイモモちゃん発見。クイモモちゃん発見。てかすごくない？見つかっちゃった。クイモモちゃん結構手強いと思ってたけど見つけました。大捜索、ヒメカを探せ。ヒメカ、もう終わったよ、出といて。メンバーも盛り上がってしまいましたということで優勝は姫香でした。ちなみに1番目に見つけたのはゆらり、2番目はアリアとゆなちゃん。でも諦めちゃったもんね。次がエコちゃん、クリモモちゃん、最後は姫香でした。シャッターのそこで黄昏出たこの人ということで、また第2弾もできたらなと思います。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。